こんにちは、テクモセです。今日はね、デルフィの格言から大事なことを学ぼうじゃないかという回なんですけどね、このデルフィ、デルポイのね、格言というのはね、あの西洋社会のね、ウェストワールドですよ。ウェストワールドのね、もうね、金言中の金言、金言というのは金の言葉ですね。ゴールデンワールドですよ。で、こっから哲学がね、始まったし、これ以上のものないんじゃないんです。結局ね、始まりと終わりはここなんだな。ギリシャのね、デルフィ、デルポイ、デルポイって言われるところで、このここはどういうところかというとね、古代ギリシャ世界のね、中心地と考えられた場所で、アポロンの神殿があったところなのね。でね、この辺なんですよ。こんな感じやね。うん。で、でね、ここのね、そのアポロン神殿の入り口にね、掲げられてたのか、刻み込まれてたのか、まあ、とにかく格言が2つね、そこにあったの。で、そのアポロン神殿に入る人はこれを見たのね。で、その格言の1つはね、汝自身を知れ、だったのね。で、もう1つは、限度を超えるな、だったんだけれども、これはね、もう、訳す人によってちょっとね、ニュアンスが変わってくるしね。で、その、古代ギリシャ世界でそれを本当にどう言われてたのかわからないでしょ。だからもう、ここのニュアンスでね、私たちは汲み取るしかないんだけどね。じゃあね、まず最初の汝自身を知れっていうところから行こうか。で、これはね、私が思うによ。あなた自身のことをあなた自身が分かってんのかってことよね。で、分かってないんじゃねえかってことなんですよ。それなのにね、他者のこととか社会のこととかどうのこうのって言えるのかってこと。まずあなたはあなた自身のことを知るとこから始めろってことなんだよ。だと思うんだよね。で、自分が自分のことを知ってるかなって思う。ほとんど知ってないと思うよ。自分のことでさえね。で、例えばね、何かまあレストランかなんかで食後ね、何を飲まれますかって言われた時にさ、まあ例えばコーヒーって言ったとする。なんで今コーヒーを頼んだんですか？たったこんだけのことがはっきりとわからなくない？いや、別にコーヒー飲みたかったとかね。じゃあなんでコーヒーが飲みたかったんですか？みたいなね。突き詰めて考えていくとさ、コーヒーを選んだことの答えさえ出てこなくない？じゃあもっとさ、複雑な問題になるとよ。なんでそういう決断をしたとか、そういう判断したとか、そういうことを考えたとか、思ったとか、やったとか、言えないんだよ。だから自分のことさえ分かってないのよ。ね。っていうことを言ってんだな。で、あとね、もうちょっとね、想像力を膨らましていけばね、やっぱりね、スピチュアル的なことになるとさ、自分のさ、過去も未来も分からんし、本当の自分のことも分からんやつがね、他人とか社会とかね、そんなことがなぜ軽々しく言えるんだ、うん、ってことも含んでると思うんだよな。で、次にさ、限度を外すな、限度を超えるなのところだけどね、これはね、まあ似たようなことがアジアにもあるね。まず中庸っていう言葉だよね、これだよね。孔子が言ったんでしょ。偏るなって言ったんだよね。で、お釈迦様も言ったな。中道。うん。これも同じことだよね。弦の音色はさ、締めすぎても緩めすぎても出んぞと、いい音色は出んぞって。ちょうどいいところに締めた時にね、いい音色が出ると。だから偏るなって言ったんだな。もう楽も、楽すぎてもダメ、苦しすぎても、それは自然じゃない、中道っていうのがあるって言ったでしょ。で、これをすでに、もうその、孔子やお釈迦様よりもっともっともっと前に、もうすでにギリシャにはあったんだよね。で、って見るとさ、白人社会、西洋社会ってすげえけど、まあでもギリシャってはっきり言ってアジアだよね。オリエントでしょ。うん、だから、結局、アジアなんだよ。誇らしいよね、実際ね。ギリシャもさ、イエス様もね、だから、イスラム教もキリスト教もユダヤ教も全部アジアだろ。私ら
からしたらね。で、仏教もアジア、儒教も道教も、神道も全部アジアっていうね、と私は思うんだけどね。でね、その他にも格言はあって、第三の格言としてね、お前はあるっていうのがね、あるんだって。で、これは、私があるんですよ。で、すなわちさ、あなたもあるんでしょ？自分が特別な存在であると同時に相手も特別な存在であって。で、それは、つまり、多様性を大事にしろっていうことだよね。うん。他の人だってあるってことよ。うん。となるとよ、第1、2、3ってちょっとまとめてみるとね。うん。自分を知れって、うん。いうことでしょ。で、自分の中に、実は答えが全てあるっていうことも表してんのね。自分のことが 100% 分かったら、その自分の外のことも 100% 分かるっていうことも言ってんのよね。多分。で、あと限度を知れ、中道を知れってことでしょ。で、第3は、多様性を尊重しろっていうことじゃん。でね、まだ他にも言っててね、人間はね、どう生きるべきかっていうのをね、言ってることがあるのね。でね、今の科学も哲学もさ、人間がどう生きていいかって全く無関心よね。それに対する答えなんか誰も気にしてないじゃない。でもさ、人間がいかに生きるべきか、それを教えてくれないような哲学や科学は学問ではないと小林秀雄は言ってたわな。で、学問っていうのはそれを教えてくれるためにあるもんだっつってたよ。でね、そういう意味でほら、もう、デルフォイルはさ、の格言ってすごいよね。でね、じゃあそれは人間はいかに生きるべきかっていうのをね、なんて言ってるかっていうのはね、子供の時にはね、良き節度を学べって言ってんだよ。節度を学べって言ってんだよ。だから、まあ、ルールだな、社会に出、の構成員の一員となるためのルール、節度っていうのをわきまえろって、知れって学べって言ってるよ、子供の時はね。でね、次。青年時代には感情をコントロールすることを学べって言ってんのよね。やっぱり青年になったらやっぱ他者とのいろいろ関係が深まっていってね、感情的になることはあるでしょう。だからそれをコントロールしろって言ってんのよ。だけど、泣くぜとは言ってないわな。だから別に喧嘩したり、衝突したりあってもいいけど、それは自分のコントロール下に置けよって、で、その訓練をちゃんとしとけって言ってるのよね。で、その次。中年には正義を学べって言ってんのよ。中年になったら正義を学ばなきゃいけないって言ってんだな。今あるさ、正義っていうレッテルを貼られた不正義のことじゃないじゃない。それは不正義じゃない。本当の正義を学べよって言ってんだよね。で、その次にね、老年になったらね、良き助言者になることを学べって言ってんだよ。そういうことやな。だから、やっぱわきまえろってことよな。うん。ちょっと一歩引いてね。良き助言者になれよって言ってるの。そして最後にね、そして悔いなくこの世を去りなさいって言ってるのよ。うん。悔いなくこの世を去れって。だから、この世を去ることはネガティブなこととなってないわな。悔いが残るってことがネガティブなことなんでしょ。だから死を恐れなくない。悔やむことがないように、最初に言われたように子供の時からそして死を迎える時までこういう風に生きて悔いなくこの世を去ってくれって言ってんだよ。ほら、だから人間がどう生きるべきかっていうことを言ってんだな。ということでね、さすがギリシャ、アポロン神殿の岩畜はすげえぜっていうね回でした。ありがとうございました。よかったら、チャンネル登録お願いします。それでは次回でまたお会いしましょう。さようなら。